ツはなかなか通らないんで、ボールを足、大クラブのボールを牧野が取りに行く、あ、山田優がさらに取りに行ったところを、父さんがこちらサイドに、さあ中央、裏が抜かれる、斉藤が足を大きく引っ掛けて、これはカードが出るか、斉藤監督、イエローカード、今季初ですか、今のはまあ突破されたらかなりやばかったですから、ちょっと捨て身に行った感がありますか。ちょっとがっちりやっちゃったかな。大きく跳ねましたからね。痛そうにしてますけど。さあ大丈夫でしょうか。まあもうちょっとね、ペナルティーエリアに行かなかっただけ。まあ、あそこで抑えたのはある意味多分これ以上はということで止めに行ったんでしょう。うん、まあ良かったです。まあある意味理由のあるディファールという感じですか。まあ致し方ないという形で。まあ、ここでしっかり、まあ、ここは一つ集中して守りたいね。はい、角度もいい角度なので直接もあるかと思います。そうですね。さあ出題クラブ、フリーキックから再開されます。これは直接行きそうな雰囲気ですね。行きそうですね。なんかそんな雰囲気ですね。さあ慎重に行けに行きますが、まあ、行きたいでしょうけども。さあ直接ダレクト、これはいゴールの上間を越えて、触りましたか。上杉触りましたね。触っちゃったんですか。上杉が触ってそのままコーナーキックになります。まあでも今の上の方いいとこ、ね、いいとこ、ね、いいとこやっぱ狙っていきますね。やっぱり狙ってきました、ね、やっぱ狙いましたね、まあ、まあ狙うでしょうね。狙うでしょうね、あの角度では。はい、5番はなかなか要注意ですよ。要注意ですね。動きもいいんで、はい、はい。さあコーナーキックから再開されます。斉藤がクリア、それをモンダが追いかける。山田優が合わせに行きますが、さあ囲いっていけるか。さあモンダが取ったぞ、モンダが取って2人に囲まれる。さあ粘れるか、粘った、うん、さあしかしこれは出題クラブがボールをキープ。出題クラブまたもや左サイドから土佐のところを狙っています。さあ土佐のところが狙われてるぞ。さあ裏がついてます。あ裏がついてますが、これを簡単に突破されてしまった。あ裏が足を引っ掛けたか。これはノーファウルですか。ノーファウルですね。強引にいったような気がちょっと危なかったですよ。オフサイド取りましたか。あそのようですね。その前にオフサイドがあった模様です。まあでもちょっと危ない、ちょっと土佐のポジショニングがかなり危ないですよ。そこは相当狙われてますからね。気をつけたいですよね。前線の山田優へ、山田優から横山、あ石田から牧野が中央でボールをキープ。1回ディフェンスの斉藤に戻します。斉藤がさあ前を向いてどこに出すか。さあ中央のモンダがターゲット、しかしこれはディフェンスクリア。そこを横山がフォローいけます、ね、突っかかるか。ファールない。横山山田優がキープできない。山田優キープができない。さあ追いかける、ディフェンスクリア。そこ石田がフォローに行く。これはボールが出ましたか。あ今のはね、ちょっと実が詰まっちゃいましたか、人の間が。ただまだチャンスはあったんで、ど真ん中からズドンって。そうですね、横山がシュートでも良かったかと思います。今のは十分チャンスあった。ありましたね。さあ 3人で囲む。これは前FC のボールになりました。そこはシュートで終わりたいな。小笠原のスローインから、小笠原がそのまま一旦対馬へ、対馬が大きく上げますが、これはそのまま出て出題クラブのボールになります。前半10分12分です。後半12分を経過して2対1。さあモンダがドリブルからシュート、これは枠の外。なかなか、まあ一進一退と言った方が正解ですか。
一応点差的には1点リードはしているものの、油断はできない、油断は非常にできない、特に蘇山の左サイドは非常に危険極まりない状況です。新材クラブの方非常に速い、速いく積極的に狙ってきますからね、はい、多分指示が出てるんでしょう、そういう、ね、気をつけないと。さあオーバーラップしたい下ですが、これはクリアされてマイ FC のスローインになります。小笠原がスローインで入れたボールに山田優が合わせに行きますが、これは取れないでまだ競ってますが、静岡クラブがクリア、これはラインを割ってそのまま FC のスローインになります。小笠原がボールを入れて再開、モンダが合わせに行く、それを静岡クラブがクリア、フォローに行って小笠原、津島が前線出しますが、これが中途半端。さあ、静岡クラブが右サイドを駆け上がります。これ小笠原が足を出してカット、静岡クラブのスローインになります。さあ早いスタートから裏がカットに行く、これは倒したがノーファール、しかし中央にボーラーまで来てる、斉藤が抑えに行く、そこに裏、津島、中央突破されそう、うん、中央突破されそう、横山が蹴りに行く、これはノーファール、しかし本人は非常に痛がっててボールを1回出します。まあでもイスバルは危なかった、危ないですね、まだまだ危ないですね、危ないですね、やっぱりね、非常に注意しないといけないんで。さあちょっと横山が蹴られましたが大丈夫でしょうか。ゆう頑張れ。さあボールが返ってきます。上杉からボールが入って再開されるようです。さあ大きく中央へ放り込んだボールにモンダが合わせます。さあ中央のボール競り合いから牧野がキープ、牧野がキープ、牧野がキープ、牧野が前を向いた。さあ出す、横山がボールをキープ、その裏を優が走ってくる、取れるか、キープできるか、キープした、キープした、センターリングを上げて、これはディフェンスに当たってコーナーキック。優良かったですね。お、ここで選手の交代のようです。小笠原がアウトかな、あれは誰だ、下村、下村がいいんですか、ですね、はい、前半、後半15分お、ん、マサラバーブじゃないか、あれ山田優ですね、山田優、山田優アウトで下村がいいんです、下山がいいんです、下山がいいんですね、はい、前吉のコーナーキック、キーパーがパンチングでクリア、土佐が頑張って前 FC のボールになりました。まあ優の方は今日十分に、そうですね、役目を果たしたんで、非常に走り豊富、運動量が豊富で、さすがに時間帯的にも苦しいでしょうから、はい、まあその交代は当然あったらいいでしょう。さあ下山には下山には頑張ってもらいたいところです。そうですね。下山だったら十分にまあやってくれると思いますんで。さあその下山、下山がコーナーポスト付近でキープしますが、これは。静大クラブのスローインになります。はい、静大クラブスローインから再開、それを横山がそのままツツカット、もう一度静大クラブのスローインになります。ポジションがやり直しですね、はい、スローインから再開されます、それを横山がカット、牧野が問題、問題、行きましたよ、行きましたよ、問題、行った、オフサイドないぞ、オフサイドないぞ、うわこれはでもキーパーが接触
ちょっとシュートまでいけませんでしたね。痛かった。